カピカピ。どうも皆さんこんにちは。カピです。です。はい。はい。今日は夏休みに2人で千葉に遊びに行ったのでその思い出を紹介します。今回のスタイルはちょっとまたいつもと違うスタイルでお送りしたいと思いますので、いやいやいや、それでは場面転換。ドンドン。はい、ということでこの2人で紹介したいと思います。はい、まずどこ行ったか。はい、鴨川に行ってきました。イエーイ。鴨川にランチぐらいの時間に行ったんだよね。まず最初にお寿司を食べました。はい、潮騒市場っていうなんかいろんなお土産屋さんとか食べ物屋さんがいっぱいあるところに行ってきたんですよ。で、その潮騒市場で、まず食べたのが、こちら、鯛のユッケ。鯛のユッケ美味しかったし、なめろうもね、一品料理が美味しかったよね。そう、お寿司も美味しかったけど、一品料理もやっぱりね、魚が美味しいんだよね。そう、やっぱ海の近くだから、多分新鮮なんだと思う。多分じゃない、新鮮。謝ってください、鴨川の皆さん。でーす。ノドグロもあって、炙りであったのよ。知ってますノドグロ。喉が黒いことで有名なんですよ。そう、めちゃくちゃ美味しいんだね、ノドグロ。めちゃくちゃ美味しい。本当に、まさか太平洋側にあるとは思わなかったんだけど。太平洋とかちょっと分かんないから。何分かんないから。どこに位置してるか分かんない。それはちょっとまずいよ、今。オホーツク海かな。いや、見てる人たちみんなね、今ターくんのことやばい。かゆうじゃないんだよ。お寿司屋さんで食べたものの中で、はい、すごい美味しいものがあって、多分二人とも共通だと思うから、うん、間違いない。せーのでいいよ。いいよ。よ。せーの。アナゴ。合いませんね。何だって言ったの？プリ？ブリ。そうなんだ。ブリだ。ブリ食べてないけど。食べてないんじゃん。カンパチだけどね、食べた。じゃなくて、食べたの。あ、食べたやつ。食べたの。じゃあ、アナゴでーす。アナゴね。美味しかったね、アナゴね。一番美味しかった。アナゴが2貫出てきて、そうそう、1個はタレ。タレ、まあ、王道だよね。そう、普通はアナゴといえばタレなんだけど、甘だれね。でも一つ塩がね、乗っかっててね。タラ君がアナゴを頼んだから、はい、僕は食べる予定じゃなかったんだけど、はい、ちょっと美味しそうだったから、うん、アナゴのね、端っこだけ、何にもかかってない端っこだけちょっとだけ食べて、めちゃくちゃ甘くて、砂糖漬けしたかのような甘さで、本当にアナゴを砂糖漬けして食べたかのような甘、本当にフルーツみたいに甘くて、本当だよ、本当にもう本当一生アナゴ食べない方がいいんじゃないかなってレベルで、本当になんかね、本当砂糖食べてるかのような甘、砂糖食べてもらっていいじゃん、これからどんどんいけば、なんか本当100円で食べるようなアナゴとはわけが違った、マジで。ふわっふわだし、確かに、ね、本当口の中でホロホロって溶けていくっていうのがこういうこと言うんだなって思った。確かにあれはすごかった。俺が言った方が美味しそうに聞く。砂糖漬けしたかったなってどういうこと。で、お寿司屋さんを食べて、で市場は寿司屋さんも食べた。寿司屋さん食べてみたいな、あのゴジラみたいな言い方するのやめてくんの。一番何お寿司屋さんを食べましたって。揚げ足取りのターくんです。イエーイ、うっせぇ、揚げ足取っていくよ。カッポカッポ。近くにバームクーヘン屋さんがあって、そうなんだっけ、米のバーム、米粉を使ったバームクーヘン、そう米粉のバームクーヘンは美味しかったね。美味しかった、自然な甘さっていうか、くどくない感じ。口なパツパツするじゃん、口の中の水分持っていかれんじゃん、バームクーヘン。まあ、すいませんね、バームクーヘンの皆さん、バームクーヘンは見てない。いや、わかんないじゃん。どこで誰が見てるかわかんない。違う、バームクーヘンの皆さん、こんにちは。バームクーヘンがテレビ見てたら困るでしょ。もんなの、かわいいって。バームクーヘン、想像してみ、バームクーヘンがさ、テレビ見てんだよ、かわいくない。突っ込んだらどうなるよ。そしたらもう終わりだよ。新しいバームクーヘンが。はい、新しい家だよ。アンパンマンじゃないんだからさ。新しいバームクーヘンよって言ってね。シュッ、ほんとに。勝手に4からアンパンマン。勝手に4から。違って。はい。見てこちら。かわいい猫ちゃん。猫ちゃんもね、コロニャンゴロニャン言ってね、チュール欲しかった。はい、次と。何なの？時間はないかもしれない。尺？尺考えてくれて
ありがとうございます。はい、次突破。はい、はい。泊まった部屋がこちらです。じゃん。はい、どうですか？こっち悪くない？後ろ姿の俺に映ってんの。いい加減にして。いや、せめていない写真にしてもらう。これしか撮ってないんだよ。これしか撮ってないの。うん、俺も部屋がこんないいところでね。そう、思ったより良かったよね。そう、マッサージチェアもあったしね。そうそう、びっくりした。もちろん、あの、部屋は、まあ、海の近く。海の部屋から見た目の景色はこちらです。はい、ドン。あ、綺麗ね。広くてね。そう。もう、とね。見渡す限り。全部窓海って感じ。すごい。窓がめちゃくちゃ広くてね。そう、でかい。どう上がっても海がね、手に入ってくる。そうそう。どう見ても、あ、海だ、つって。海だ、そうそうそう。そんな感じ。海だ、どこみたいな。大きな窓に海が映ってたら、これやっちゃうよね。やっちゃうよね。ねこれでやっちゃうよね。そう、これ同じ服。たまたまなんです。後で撮ったのと洗濯したんで安心して。臭くないでーす。で、これ、夕日もね。夕日もね。撮ったんだよね。ちょうど見えるんだよね。綺麗だったわ。そう、太陽が多分、まあ、海ではなくて、ちょっと山なんだけど、沈む太陽ね。そうそう、綺麗だ。拝みながらね、部屋で過ごせた。シェイシェイっつって。ゴミついてた。だいぶ見て。で、はい、さっき部屋にマッサージチェアがあったと思うんですけれども、はいはいはい、まあ、部屋にあったらね、使わないとっていうことでね。まあやっちゃうよね。じゃあ、まずはい、タイ君こちらでーす。ほんと、不思議な格好で、ね、マッサージチェアに、ね。いや、すごかったからね。みんなマッサージチェア乗ったことあります？もう多分、ゴゴゴゴゴ揺れる肉を感じて。自分で言うとびっくりした。あ、こんなに揺れる肉あるんだっていうぐらい、ほんと。確かに揺れてた、揺れてた。うん、あ、やっぱね、同じことやっちゃうよね。はい。はい。なんで同じことやっちゃう。で、あなたの写真よ、今写って。はいはいはい。マッサージチェアをね、堪能した後に、はい、こちら。ダンダン。お夜食。しかもお部屋でね。そう、お部屋食だった。いっぱいね、出てたんだよね。そう。で、コースがあって、僕が伊勢海老のコースを。で、たーくんが牛ステーキのコース。そう、牛ステーキのコースだったんだよね。まあメインは、そのメインが違うだけ。伊勢海老か牛ステーキかっていうだけなんだけど、そうそうそう。普通のなんか料理は一緒だったね。一緒一緒。他は一緒だった。もう刺身もあれば、豚のしゃぶしゃぶもあるし。なぜかね。なぜか。あとなんか、金目鯛の煮付け。あったね。美味しかった。やっぱ海の近くだからかな。そう、魚はね、美味しい。そう、魚が。海産物美味しい。そう、美味しかった。ご飯を食べて、はい、で温泉に。そうそうそう。温泉っていうか、まあ、大浴場かんないけど、そう、大浴場があって、海の匂いが出てて、こう、つかると海の匂いが出てて。そうだよ、そんなことない。やってみて。どういうこと？やってみて。海のエフェクトとか。海のエフェクト。ここら辺まで海だ。海に入ってるわけじゃないから。わけじゃないの。そう。海に入ってる。あ、使った状態で、海が眺めるっていう。あ、なるほどね。海に使ってるわけではない。使ってねえ。夜なのに寒いなってるわけじゃない。窓にカマキリがいた。いたね、カマキリね。あのね、カメラで撮ったんだけどさ、ライトで反応すんのよ、カマキリが。撮ってた、ずっと撮ってたんだよね、飽きもせず30分も1時間もずっと撮って1時間も撮ってたら10分20分だよ。なんかもうかる10分20分カマキリ撮ってたわよ。なんかもうかるいや、大丈夫で、続けていただいて食べました食べてないよカマキリ食べてないよ素揚げにして食べましたでもカマキリとね、はい、遊んで遊ぶ、ね、その日はもうそのままぐっすり寝まして、で、次の日これが鴨川に来たメインなんですけど、まあ、皆さん察しの通り鴨川といえばなんだかわかりますか？一日目はここまで。次回2日目観光編。それではまた皆さん次の機会に。せーの、バイバイ。